ー雪だるまもあるのね。これはあれですか、季節限定のみたいな感じなんですか。雪にまみれてすごい雪合戦みんなしてるけど大丈夫そう猛吹雪ですね。猛吹雪、猛吹雪ありがとうございますいちごも、なんかあれじゃない、バレンタインだったんだよね今まで。バレンタイン終わってさ、もう春かなと思ったらここで雪合戦猛吹雪でした。猛吹雪ありがとうございました。ハイタートですねあ、クマもありがとうございます。ちょっとリップもう一回塗ろうかな。ホワイトね、なるほど、一理ありちょっとリップ、ヘイリップ、ヘイシリラジオ収録してきたよ。さて今どこ塗ったでしょう。ここでした。ありがとうございました。メールもたくさん。こちらジル・スチュアートのリップです。ジルスチュアートリップブロッサム38番、これはねサーヤがタンプレでくれたんですもばめありがとうございますまた三吉さんついありがとうございます。花粉症です。花粉感じてる38、そこまで、そこまでなのかな。パソコンちゃんは復活しました、イエーイ。花粉症感じてる。あのこの前の週末かな、めっちゃ暖かかった時から花粉感じてます。メガネ買いたいんですよね、新しいの。何が原因だったか分かんないけど治って帰ってきましたうれしい。この間の配信のため、あ、あれ開封配信ですか。メガネはないです、向こうにある雪ありがとうございます。データもね多分生きてる。もうお腹すかせて帰ってきた。てかゆうちゃんからその時 LINE 来ててさ、前回髪フレのあの生写真開封する動画の時マジ爆笑ってサインはね、まあ、合ってないんですね。まだ紙フレに誰にも合ってないから書いてもらう機会がないと思って最後いなくなるまでに書いてもらえればいいやショールームでもマジ爆笑してた。超面白かったよね。配信としてはもう神じゃない、100点満点くらいな配信でしたよねね、今日はベストちょっと春か。そう、聞いてください、聞いてくださいとはって感じなんですけど、春、もう春じゃないですか、もう春服なんですよ
春服なんですよとは、春服が世に出回ってるんですよたくさんね。だからなんかネットとかでも見てても春だな春服だなって感じるわけですよ。で今年はなんかそのくすみちょっとくすんだ水色みたいなのとか、あと緑ピスタチオカラーみたいなのが今年も春は流行りらしくて、そんなアパレルは早いんでね、もうねもうお店はもう春服なんですよみんなだからこのまたね時代が時代が西に追いついてきたっていう話緑だから春服は緑が増えて嬉しいこれは去年のやつなんですけど、去年の春くらいに買ったやつなんですけど、めっちゃ寒い。てかもうでも普通にお店もう春服だなって感じません？だから着てって春服がもう今着たいってわけじゃなくて、お店って早いじゃないですか。お店の服とか見てあーもう春かって感じるじゃないですか。だから店行ったらもう春服増えてて、そう言わなきゃ分かんない。ちょっとね春感出してっていうか何ですなんだっけな、あの違うんですよ、この前昨日今日今日かな忘れちゃったんだけど、ヒルナンデス見てたら、ヒルナンデス見ててさ、あのファッションチェックみたいな、このちょいモテオブスみたいなファッションコーナーあるじゃないですか。ヒルナンデスみんな見る時間にテレビ見ないかなわかんない、わかる人にはわかると思うんですけど、あのモテファッションみたいなあるんですよ、ヒルナンデスのコーナーでね。その時になんかこうこの街行く人のヒルナンデスヒルナンデスヒルナンデスその街行く人のファッションチェックの時にこう本当に最近ですよ、本当に最近の放送で見たのに、なんか春らしさが足りないみたいな言われてたんですよ。春らしさなんかで、ピンク淡いピンクのストールで春らしさをプラスみたいなのをやってて、そうまだ2月だよと思って、今の時期でもそっかもう暖かくなってきてるからもう春らしさ求められんのかと思って最近ちょっと暖かかったから、テーマじゃないんですよ、あの3色ショッピングとかあのファッション対決みたいなやつじゃなくて、普通に街行く人のファッションコーデチェックみたいなのだったんですけど、その方はなんか本当に同い年くらいの女の子だったんですけど、なんかピンクのズボンを履いてみたいなのしたんだけど、結構そのピンクって言ってたんだけど結構小豆色って言われてた。でも確かに小豆色といえば小豆色って感じのズボン履いてて、でこれそのズボンはやめてスカートにして、でストールで淡いピンクのストールで春らしさをプラスみたいなのやってて、オブスファッションみたいなやつねそれで、あもう春らしさ求められるんだと思って、でも別に寒いから暖かい格好はするけど、ちょっとこう色物とかで春らしさを求めていかなくてはいけないのではないかと思って、こう緑を着たまだねびっくりした、もうと思って、全然その元からの服装も全然普通だに、
あれだと思ったけど、だから今日はちょっと緑です。おしゃれは我慢って平田椎名が言ってた。SK ヨータもファッションチェックしてほしい。確かにメンズだと春らしさなんだろうね。確かにメンズって難しそうですね。そうなん、いつだっけな、いつかのそのオンラインお話し会の時にしーちゃんが着てきた、その日がめっちゃ寒い日で、しーちゃんが着てきてた服がめちゃめちゃ寒そうで、え、それなのって言って、その上に上着は着ないよねみたい、上着は着ないね、え、寒くねってなって、おしゃれは我慢だからって言われた。先取り、おしゃれは先取りか、なるほど。季節に敏、だから西は全然おしゃれじゃないと思うけど、ちょっとそのテレビの影響を受けたっていう話です。でも普通に緑好きなんで、あ、もうそろそろ、まあこれでもそんな寒くないなと思って、もうね、ベストなんか無理、袖ないと無理みたいな、本当に寒い時はさ、いや、なん、もう袖ないのなんか着れないみたいになるじゃないですか。椎名ちゃんおしゃれなのかどうかわからない、しーちゃんのインスタを見ればいいと思いますよ。全然もう、まあでもヒートテックの極暖は着てるんですけど、だから全然、あ、袖ないってあれですね、あのこのベストのことです。わかんない、平均見てないからわかんないんだよね、その外なんて、平均の話じゃないかな、平均見てないからわかんないんだけど、あのマキコさんが40万のコート買ったって話だけは耳に入ってきて、シャイニーすごいっすって思いました。シャイニーすごいっす、ぜひ。トッキーって言わない、強い強い、衝撃を受けた、まずい、40万なんて、もし自分が持ってたとしても、そのコートに40万なんて。って感じ。どういうことって感じだよね。これ、この上着、そんなにするんですかって感じです。車買えるんだ。4万のコートも無理だよね、着れないよね、そう着れない、なんか着れない。平均じゃないですね。え、そう、控え室、楽屋とかでさ、ちょっと普通に例えば劇場の楽屋とかで掃除してて、こうハンガーにかかってるのが40万のコートだったとか考えたら恐ろしいよね。その先に、あ、教え、いや、うん、教えといてほしい。そしたらもう半径3メートルくらいは近づかないからって感じ。もう そのコート着てきた日にはちょっともうとりあえず2メートルくらいは離れておきたいっていう気分になる。いや、そういうとこには着てかない、確かにそれはそう。
わないよ。弁当もコート怖いコート怖い、びっくりしちゃう。4万のコートも店は見たことない何が4万のコートかわかんないけど、欲しいなと思ったコートに4万だったことはない。もうあ1万5千か高いなって言ってやめる相当あったかい、怖くて着れない。まあそうですよね、勝負服ですよね。40万って想像つかないんだよな。40万あったら何ができるかな。40万あったら何、車でも車買えるんでしょ。あでもなんだっけ、免許取りたいな。免許取るのにさ30万くらいかかるって言わない？わかんないけど、あとは何ができるかな、何しようね。まあ、ちょっとはこの食に使いたい気持ちもあるけれど、30万まではいかない？ 30 万かかる自分の時は20万たまりになったじゃん。なるほど。まあでもじゃあ40万あったら、まあその半分ちょいくらいは免許取るのに使って、免許取るのに使って、あとはいや貯金、貯金、そう堅実に生きていきたいねお金は大事だよ。でもお金でしか、お金で時間を買って楽しいことをするっていうのも全然生き方としてありだと思うので、乗りたい車、乗りたい車は車の種類わかんないんで、西がこう車を見てあってわかるのはあれだけです。ハスラーだけ、ハスラーだけこれわかるハスラーだけ見てわかる車、車種がなんでわかるかっていうと、あの CM でよくやってるからっていうのと、あと中学の時のなんか英語の先生がおい車買うか悩んでるんだよねみたいな話をしてて、どの車で悩んでるかを語ってて、それがハスラーだったから、これハスラーって言うんだけどさって言って見せられたから、なぜか妙に覚えてて、中学の時だよ、中学の時だけど、だからあれはハスラーだってプリウスってわかるかな、よく聞くけど、あとよく聞くのフィットみたいな、ないなんかそういう車何色の、何色の、でも原色ですよね多分。ハスラーだけ分かる、街中で走ってて、街中で車走ってて、ああれハスラーだだけ分かるあホンダフィットみたいな、フィットみたいなのあるよね、聞いたことある。可愛い車もいいよね。アルファードってめっちゃでかいやつですよね。でかい？なんか豪華なやつ。
ミラーボールが一番時ありがとうございます。車のし、そう見るっていうかたまたまやってるなっていう感じですけど、ミニバン、ああいうちょっと大きいやつミニバンっていうのか、四角いやつだよね。それはわかるわ。アルファート。アルファードはなんか仕事で見たことがある。ミニバンなんだっけ、前夜更かしてさ、あのミニバンだっけ、なんか黒のなんかさ、そういう車に乗ってる人みんなそのエグザイルとかを聞いてる説みたいなのやってなかった？ランクル、何調べよう。車見て車種分かるのすごいなって。え、すごいごついねランクルって。こうボコボコしてるけんね、こういうザ車のイラスト描いたらこうなってそう。ダウンタウン水曜日かな、夜更かしだった気がするんだけど、もう忘れちゃった。なんかそのパーキングエリアとかサービスエリアに止まっているそういう感じの黒い車の人に声かけて、車内何の曲聴いてますかみたいな聞いたら、そういう LDH 系の曲流してる説みたいな。後方カメラついてますシードはカメラついてない、そうなの黒塗りの高級車車高高いと視野が広く、へえそうなんだ車乗りたいかな将来。でもなんか車って本当によくわかんない。でも可愛い車もいいなって思うけどさ、可愛い車だったらさ、もう絶対これ女の車だってわかるじゃん。だから可愛いのにはしたくないなって思うんだよね。どうその辺ココアみたいなあれ、それ接触確認アプリ、ココアって車ありますよね。それ CM やってなかった、昔かわいい車って調べようじゃん。2021年最新版かわいい車丸い、あるよね。ラッパン、コペン。わかんないです。ダイハツだよと言われてますってもわかりませぬ。桐谷美玲さんが。CM やってたやつですよね。違うかな、多分そうだから覚えてる。ミニパ行がつくと可愛い説、なるほど。やっぱ文字が打てない、あ、丸っこいやつね。